1, 2, 3, 4. 例えば今君がその瞳濡らしてたとしても呼ぶ声はもう聞こえない。この声を溶かすより君との日々は記憶の中何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく。そんなこの世界で春の風を待つあの花のように君という光がある。めくりめくる運命を超えて咲かせるさ愛の花を花束を。クラブの忘れなガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。いやーなんかこう独特の世界観のある不思議な魅力満載です。なんか最初難しいと思ってたんですけど一回覚えちゃうともうずっと頭の中を回るようなそういう魅力あふれる曲だと思います。皆さん大いにゆっくりでいいんでも何回もやって自分のものにしていってください。今聴いていただいて分かったと思うんですけどガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってまして2番のあの女性が歌うパートのところをショートカットさせていただいてるんですけどコード進行は1番のコード進行と一緒ですんで歌詞を書き足してオリジナルのアレンジでね楽譜を書いて、挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。そして今のシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube 動画と一緒にまず一緒に合わせてください。それがねまず最初のねゴール地点だと思います。これねゆっくりやってたらねできるようになると思うんでまずねそこ挑戦していただきたいんですけどそこまでできたらおめでとうございます。そしたらその次のステップに行きましょう。その次のステップっていうのは何かというと今度は YouTube に合わせるんじゃなくてご自身一人だけでやってみる。リズムもメロディーも音楽を自分一人だけでここで生み出すということをやっていただきたいなと思うんですけどやっぱ楽しいんですよねそっちの方が。外に行ったりとかいろんなところでできるようになりますからね。そしたらその時やっぱり最初のじゃあ楽譜が必要でしょう。楽譜をいずれはこの曲を覚えちゃったらいいけど最初は慣れるまでやっぱ楽譜見てねやっぱやった方がいいと思うんですけどじゃあその楽譜ってどうやってゲットするんだよっていう話なんですけど今ですねちょっとこれ見てください。こんな風にガズが今ノートに書き出してこれを見て今も演奏したんですけどこのノートを今からこの画面に大写しにしてこんな風に皆さんを書いてみるのいかがでしょうかという風にシェアし
しようと思うんですけど、今この便利なサービス始まっています。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日、取り上げているオーサムシティクラブの忘れ名を含む、ガズが書いて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 書きまくってきたノート楽譜、もう膨大なストックがあります。その中から皆さんやってみたいな、面白そうだなっていう挑戦してみたい曲を、毎月5曲、楽譜のダウンロードができるというね、画期的なサービスです。そしてですね、もうこのね、ガズクラブのメンバー、1000人オーバーでございます。ありがとうございます。もう大変多くの方で楽しんでいただいておるんですけど、実はですね、これね、ガズクラブって楽譜のダウンロードだけじゃないんです。いろいろできることあるんですけど、ちょっと紹介しますけど、まずですね、ガズクラブに入ると、アプリ、専用アプリがあります。これでしょ、すごいでしょ。ガズクラブメンバーだけが使える、めちゃくちゃ便利なアプリがあって、そこでいろんな情報がこうシェアできるんですけど、ちょっと、これもやってるんです、今、ガズレレ大学。このガズレレ大学ってのは何かというと、ウクレレ、簡単ウクレレでやってるとね、もうちょっとここ、こんな風に上手くなりたいな、これどうなってんだろうって深めたい方、リズムを深めたり、もうちょっとこう安定的にね、弾くの、気持ちよく弾くにはどうしたんだろうっていう方がですね、いや、通う大学があるんですよ。これは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、ここの、パソコンで見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていくパターンでございます。来週2回ですね、ライブ配信で、濃厚な、レッスンコンテンツをシェアしています。ライブなんで、皆さんのコメントをやり取りしながらだとか、毎回テーマを持ってますね。8ビートとか16ビートとか、チャとかカッティングとか、その都度毎回違ったりとか、あと、課題曲を用意してそこでみんなで取り組んだり、これもなかなか面白いです。で、この今ね、ガズレレ大学とガズクラブがあるんですけど、ガズクラブはみんなでこう、楽譜ダウンロードしてワイワイやろうぜっていう感じで、もうほんと街で、ガズレレ大学はやっぱ大学って書いてあるんで、ちょっとお勉強するスペースということで、これ2つ分かれております。詳細、概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。そしたら楽譜の方を見ていきましょう。これで忘れなと呼びます。オーサムシティクラブ、はい、これはですね、ちょっと見てください。これ下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使いますよということです。上、今のシンプル簡単バージョンは上の段を、やっていきましたということで、ここに伸ばすとかいろいろね、この奏法もちょっと一応メモ程度に書いておきましたので、さーっと見ていってください。上の段はシンプル簡単バージョン、下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンです。その辺の確認をしていただいて、これ一時停止してメモってってください。はい、それかね、動画のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいし、この楽譜そのものもガズクラブでゲットしていただくのもいいと思います。これね、やっぱりね、言葉の乗せ方とタイミングとメロディー、ここが結構やっぱボーカルがね、まあ難しいと思いますね。かっこいいバージョンでは結構コードもいろいろ変わってきますけど、曲のテンポがねゆっくりなんで、まあまあいいかなと思うんですけど、かっこいいバージョンではですね、でもね、弾き方も登場するんでね、カッティングが登場するんで、まあちょっと難しいかなと思うんですけど、いっぱい書いてありますね、これね。はい、かっこいいバージョンはなかなか難しいことになってます。今はシンプル簡単バージョンはね、ひとまずこれできる感じになってると思いますよ。あ、それで一個ちょっと注意ポイントがあります。ここのところなんですけど、サビに行く前なんですけど、ここ、普通に4拍やって止まって、この後2拍、ここテロップにも書いておいたんですけど、ここちょっとね、キーポイントになります。1,2,3,4,1,2 っていう数の数え方になるんですけど、ここの止まり方とか、ダーッチだって2回ダをやるみたいな感じで、ちょっとデモ演奏と示し合わせながら、ここは確認しといてください。はい、でここ間奏で、ここかける2って書いてありますから、2回繰り返しましょう。はい、でここ最後の方に行って、ブリッジパート、ちょっとこう今のシンプル簡単バージョンでここ伸ばしたんですけどね、かっこいいバージョンでガズページを弾きます。でここサビ、最後のサビをやって、エンディングをやって終わったというのがガズレレアレンジになっております。ちょっとテロップとね、示し合わせながら一緒に見ていただけるといいと思います。はい。ちょっとこう、今日ね、コードいっぱい出てくるんで、見てもらいたいんですけど、このコードダイアグラムが書いてあるやつは、かっこいいバージョンで出てくるんで、ここはひとまず隠しといて。ここに映ってるやつが今シンプル簡単バージョンで出てきたコードです。これはね、入門コードなんで安心してください。言っていきます。C と Am と F と Dm、C7、D7、G7、E7、Em7。これはもう典型的なガズレレ必須コードですね。9個です。A7 がないだけですね。ガズレレ必須コード。これね、ガズレレ必須コード。これガズレレ必須コード。私がですね、もうめちゃくちゃ頭にスイスイ入っちゃう魔法のような動画をもうすでにアップロードしております。ここにリンク貼っておきます。ここでコード。覚えましょう。ガズレレ必須コード。10個のコード覚えておいたらもう本当に何でもできるっていうぐらいの勢いでね、いろんな曲弾けるようになるんで覚えていきましょう。今日は9個、そこで出てきますと。はい、それではここからかっこいいバージョンに入っていくその前に、いつもここでガズが言いたいのはですね、今回は特にですけど、歌ですね。この今の4つ弾きでいいんで、歌ね、やっぱこの曲すごくハイレベルなんですよ。歌の入るタイミングと、あと音程も難しいです。要は鍵盤、
ピアノでいうとこの黒い鍵盤の12音階っぽい音もいっぱい出てくるし、あと言葉の入るタイミングですね。メロディーもすごく低いところからドーンと上がったりとかする。この辺がですね、もう相当これ聞き込んで頭にこうインプットしてないと、やっぱかっこいいバージョンでリズムも出てくるんでね、その辺の噛み合いを良くするために、今一度歌の確認をしっかりしてから、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードが3つ追加されております。はい、じゃあまず1個、これ。F マイナー。この F マイナーはね、初心者の方が突っかかっちゃうコード有名です。はい、ここと、押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所ですね。こんな風に押さえるのが教科書通りです。はい、これ。はい。なんですけど、ガズさんの場合、この一番上の部分のこの4弦の1フレットのところ、上からギュッと押さえちゃいます。はい。はい、これどっちでもやりやすい方でいいと思いますよ。親指で押さえてみようかなとしたら手首を上に、人差し指で押さえてみようかなとしたら手首を下にみたいな感じで、ちょっと手首の角度とかね、いろいろ調整しながら F マイナーやってみましょう。はい。はい、次これ G マイナー7。これもよく出てきますね、ガズレレでは。G マイナー7はここと、ここになります。こんな風にギュッと反って2つ、1弦と2弦の1ブレットさでちょいと立てる。はい。で、ここのね、これ押さえづらいなと思った方は、1個ここまで上げてもいいかもしれない。3弦と2弦と1弦をこんな風に押さえといて、こう、同じ3弦を押さえる方が力が入りやすいよという方が多いです。あと、たまにね、ここ反らない、こんな風に反らないよという方は、こんな風に押さえたり、こんな風に押さえたり、ちょっと工夫して Gm7 を押さえてみてください。はい、次これ、ほい。C の AUG と書いて、オーギュメントと言います。これは簡単ですね。不思議な響きですよ。C のとこと4弦の1フレット、これだけです。はい。これがね、結構この曲ね、サビの前のすごくインパクトあるところで出てくるんでね、ちょっとこの響きを堪能してください。それでは、リズムの解説に入っていきましょう。今日出てくるリズムはなかなか奥深いです。はい、ドン。ガズベジオ、16ビートのチャ、カッティング。このあたりが出てきますね。はい。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、それぞれの濃厚、解説レッスン動画すでに上がっておりますので、ちょっとじっくり眺めてやってみてください。まずですね、いろんな弾き方が混ざってます。歌い出しは伸ばしてやろうと思ってですけど、ちょっとね、段階を経て順番に見ていきましょう。最初の歌い出しなんですけど、これ伸ばすんですけど、コードが4つ入ってくるところとかあるんで、このタイミングをね、測るために弾かないところのコード表記も出てきてますんで、ちょっと A メロやってみますね。1、2、3、4。例えば今君がその瞳に濡らしてた。わかった？このね、伸ばすところは、例えば、ここの君がその瞳のところは C で伸ばしといて、4拍目だけ E7 弾くっていう意味なんですね。ここちょっと表現難しい。もう一回。せーの。例えば今君がその日読んで Em7 濡らして手のところ最後の一拍だけ G7 みたいな感じで伸ばしていきます。このパターンが前半続いてきて、で A メロの2番というか後半のところはガズベジオになってきます。ノブを溶かすように、このここは普通にこうガズベジオで展開していってください。はい。でですね、この B メロからのリズムが今日なかなか難しいかな。B メロからやってみますね。せーの。何かを求めれば何かが、今のかっこいいけど分かったかな、これカッティングというか、ダンダンチャカチカ、ダンダンチャカチャカ、ダンダンチャカチャカ、ダンダン、はい、これダン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 ってテロップ書いておきますけど、これはカッティングですね。ダンダンカカカカ、はい、このカカカカはこう手を弦に当ててカチャカチャ言わせてるんですね。で、チャもね、ダーダー、チャカタカ。入れた方がかっこいいです。ダーダー、チャカタカって感じですね。で、テロップにはダーダー、ダーダーって書いておきますけど、一応これ A マイナーでちょっとしばらく練習してみましょう。せーの、ダーダー、チャカカ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 。このパターンが結構サビでもずっと続いてくるんでね。今日はこのリズムの練習と言っても過言ではないでしょう。ゆったりやるのがポイント。しかもこの曲、原曲ものすごいシャッフルなんですよ。はい。この感じ、掴んでもらいたい。これやっぱ16ビートのリズムになりますね。1、2、3、4、ダーダー、チャッカチャッカ、ダーダー、チャッカチャッカ。
はい、ここはもうずっとこれ繰り返してリズムをこう把握していただくしかないと思うんですけど、 B メロ、じゃあ最初からやってみますね。せーの。何かを求めれば何か、ここから普通の16ビート。こぼれ落ちてくそんなこと、ここで止まる。世界でチャチャカチャカチャ春の、ここの今の2拍ね。ここはチャッカチャッカパとかカッティングをうまいことこうドラムのおかずみたいに、フレーズとして入れていくのがキーポイントかなと思います。ちょっとこぼれ落ちていく。こぼれ落ちていくからは普通の16ビートに戻ります。せーの。こぼれ落ちてくそんなこの世界で、チャッカチャッカハッの風みたいな感じで。このサビもどんどんになってくるんですけど、サビも解説いきますよ。ちょっと今のところ今、春の風を夏花のようにつった。はい、ここ。かっこいいんですよ、ここ。春の風を夏花のようにつった。Em7 2回弾いたら最後、つったんで C を弾きます。ちょっと、細かいですけど。松あんの花のように散った君という光が。はい。こんな風に進んでいきます。これでここね、ワンブロックにコードが4つ出てくるところでもこのダーダーカッとここやりたいんですけど、ちょっと通して演奏だけしてみます。サビのコードね。せーの。なぜを松あんだんだんつったんだんつったっていう。ここは Em7、E7、だんだんつ。Em7C。ワンブロックコードが4つ入るところは、最初のとこだけダーダーってやって、あとはジャージャーって感じですね。もう一回。春の風を、まずあの花のように散った。だんだん。Em7、E7、Am、I。Gm7、こんな感じでいこうと思います。このパターンがですね、ずっと繰り返されていくというパターンでございます。これ間奏のとこもね、全くこの、フレーズというかカッティング、コード進行とカッティングで、いきます。そしてブリッジパートのところに来たら、ちょっと緩める感じでガスペジオで一回おとなしくこうね、こうちょっとクールな感じになって、また最後のラストのサビでまたドーンといくという、そううねりもちょっとね、この弾き方で表現していく、こういきたいんですけど、演奏はできたとしてもまたここに歌が乗るわけですから、だからこの曲はね、まあなかなかノートル要素強いんですけど、さっきも言ったように一回覚えちゃうとこれもうハマりますよ。なかなか簡単ではないですけど、ぜひ取り組んでみてください。でもちろんいつも言ってることですけど、こうなんていうかグルーブとかこうコードのねフレーズとかそういうのももちろんね大事ですけど、やっぱりこの歌の世界とかこのプロモーションビデオを見ていただいても、なんかこう不思議な透明感のあるね、独特のあの世界観をやっぱこう自分で感じながら歌詞を読み解いて、そういうのをこうガッと一個にして自分からこう音楽を出していく、こんなイメージがいいと思います。やってみます。ゆったりね、これ結構どっしりして、アクセクこうガチャガチャ速くなっちゃうっていうよりは、こうゆったり感じが出るといいと思うんですね。あとはちょっとね、跳ねてる感じもね、出せたらね、よりかっこいいなと思うんですけどね。まあ、ゆったりどっしり、心込めてやってみましょう。オーサムシティクラブの忘れな、ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。例えば、今、その瞳濡らしてたとしても、呼ぶ声はもう聞こえない No を溶かすように、君との日何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で
セリークラブの忘れなガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーこれはねかっこいいっすね。このリズムとかあのダンダンチッダダンゆったりどっしりあそこのなんかこうベースがある中で歌がこうすごくねこうキラキラこうなんかこう飛び回ってるみたいな感じで、まあ確かにあの高難度難しいですけど本当なんかこう気持ちがいいでぜひねこの体全体でこう音楽をする感じをね、味わっていただければというふうに思います。まあすぐにできる曲ではないんで長い目で取り組んでいきましょう。2023年ガズレレ生誕10周年ということで東京名古屋大阪でイベント開催したんですけどもうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方あどうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてねガズレレではいろんなことやってるんですけどガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか。鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますからリットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですねあのガズレシピというアプリがあってですねアプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど有料の楽譜がもう山ほどあってもう何百曲もそこで要はこうスクロール自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますのでぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからねこれ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。